おお、いいね、休息。あ、カンスト来た、来るんだよね最後に。しかも俺5人タックじゃないこれ。最近気づいてしまいました。どうやら私は炭酸中毒のようです。どうもミストです。はい、本日はですね、エビル高校最強決定戦が始まったということでですね、早速プレイしていきたいと思います。今回使用するデッキがこちら、同へ白切り闇のルミナホールスワン大神ということですね。急速5枚、変化6枚のコントロール111、サミュー106編成ということでね、はい、中継ぎ土天プレデッキで今回攻略していきたいと思います。で、最強決定戦センス丸出せるので、センス丸しっかり出してあげて、マックスカロバー持ち込みで初期者もまあまあいい感じですね。はい、パースポに乗れるように頑張っていきたいと思います。さてさて、おー悪くないね。急速からいこう。最初の初期エーテルの、まあ、2箇所のやつはナルハヤで抑えたいんですよね。というのもセクニーくらいからファントム出していく、ガンガン出していくにあたって、そこかぶってしまうとね、もったいないことになってしまいますんで、あーどうしようかなこれ。まあコントロールか。ダンジョンあんまり嬉しくないんだ、嬉しくないんですけどね。なんなら今休むでもワンチャン良かった感はあります。次神練習が来るかもしれないんでね。あーでもこれは強いね。なんか人少なくない？なんか何人かサボってるよね。やめてくんないかな、そういうの。伸びいいね。さあここは休むか攻めるか。うん、休むで良さそうだね。よしよしよし。なんか人もさ、攻めたりも少ない気がするんだよな。あーキンキンはあかんわ。キンキンに冷えてちゃダメだわ。おっと、なんかすげえ強い、惜しいダブルタックが来ましたね。うんー、まあこのままでいくか。 OK、 こっちは荒れ玉とか嬉しいな。いやー音声認識して黒金いいよ。変化が、あーこれ変化かな。いや悩むねー。そうなんですよ、攻めたりを早めに抑えたいという意味では変化も全然ありなんですよね。この一手が左右しそう。ちょっと変化いくわ。ここはね、あえての黒金をスルーして変化。とにかく確実に抑えられる攻めたりがあるときはそこに行って今後来ないようにする。ここも休みでいいか。 OK、快眠ですね今日は。からのスタミナ変化がいまいちだな。ここスタミナでいっか。スタミナでいったんすたらここ、うーんホールスター大神上げれるのは強いんですけどね。大神がねどうしてもイベント等であんまり評価が上がらないんで、まあ、積極的に踏んでいけるといいですよね。ここは一旦メンタルいこうか。でマントルも2で抑えられたら嬉しいね。まあ、緊急当番取ります。変化来い。来なそうだな。ちょっと変化が渋いが、まあ、スタミナは狙い通りと。金玉リリースカチューン緊急当番バントフード先制で引きし荒れ玉アウトロキュイと。精神をジャスト使い切って、いやコツいいね、コツいい感じよ。キャラを作っててちょっと変化お願いします。来ないね、なんで来ないの。おっと、さっき耐えてよかった黒金、さっき耐えてよかったよ。評価どうだ。もう闇のが、あー全然取れてないな。まあ、このコントロールをちまちま削っていきましょうか。変化お願い。ちょっとそれは聞いてないな。ガチでそれは聞いてない。な、体力キープのメンタルでもいいんですけどね。そうだね。多分変化ラストチャンスだな。まあちょっと低いですけど、まあ、固定はいい感じなんでね、巻き返しに期待。変化よし来てる、これ強そうだよ。はい、うわーなんでー
そこ？なんでそこに来るかな。マントルが、あ、そう、マントルがあったらすげえ強いんだけどね。マントルを抑えてコントロールにエーテルつけるっていうのを狙いに主軸にしてみようか。回復イベントが割と欲しいです。回復対抗いいね。闇の、あーでもいいよ回復。からのどんな急速か。メンタル強いね。ゆっくりメンタルいこうか。コツが優秀、本当に。評価どうだ。よし、上がってきたね。ここらでファントム使い始めようか。メンタル強。うん、球速が、この固定はいい感じですね。ダンジョンから行こうか。回復来ちゃったか。まあそしたら生き物でいっか。変化か、回復かぶった。急速コントロール削りワンチャンあり。ありだけど、そっか、これやっちゃうとマントル計画が台無しになっちゃうんだけどな。でマントル使ってコントロールにつく確証がないんですよね。一旦じゃあこうスタミナマントル取っていこうか。縛り抑えちゃおうかな。同様のイベント一応あるんですけどね。ちょ待つか。順応いいよ。さあちょ鉄腕かぶりが怖いんですが。お、変化きたよ。まあ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 、これでマントル使った時にコントロールエーテルが確定するんで、これはいいですね。890点。まあいつも通り取っていこうか。これでいいんじゃないかな。順応を取りたかったけど取れないよね。体力キープしたいからね。あ、そうだ、間違えた。これあーミスったわ。これ踏んでからつかなきゃダメだったね。じゃないと変化にエーテルがつかなかったんで、あーちょっとプレミですねこれは。まあでもコントロールについてくれてよかった。ポンコツ筋力いいよ。からの急速くるのありがたい。おーいいね。なんかプレミかと思ったけど、なんか噛み合いましたねこれは。ただの奇跡です。いきまっちょっと待って、これだいぶ急速タックにしたら強いね。999727、999727、技術もめっちゃ入る。こんな感じでいこうか。よいしょ。しかも下にさっき脳筋置いておいたからね。でこの微妙な体力量ね、この微妙な体力量困るよね。これはいくわ、これはいくわ。10% ね。まあここでひとまず1回カロバー使うか。 10% まで信用ならんからね。ちょっとコツを押さえていこうかな。順応縛り取っちゃって、危ね。ここで行きます。でコントロールをどう取るかですよね。同様のイベント来る前にタイピング5になっちゃった。
おお、強いね。こういうなんかただのファントムじゃない練習が強いと、まあ、そのサクセスはいい感じに噛み合うと思います。なかなか来ないんですけどね。流れがいいと本当にこういう練習がねポンポン来るんでね。なんか使うか。一応コントロールを終わらせてから使いたいっていう気持ちがあるんですが、固定影響がこれでついてくるのか。で黒金も控えてるということでちょっと使っちゃおっかな。ちょっと使って攻め気味のムーブでいこう。これで健康に過ごしたいとファントム回復でタルコ戻りますからね。変化は微妙、変化一番来てほしくないんだよね。オッケー、大吉、ダンジョン効いていく。急速悪くない。変化来てる。悪くないな。悪くない。まあ、ちょっと変化の攻めたりだしな。素直に。悪くないときは行きましょう。エーテルが変化にかぶりまくっちゃってるんだけどね。1500点くらいだったら、まあまあまあどんどん入れてった方がいいんじゃないかな。やめてくれ、やめてくれよ。でここの同盟はもう順応もタイピンをもらっちゃってるんすよね。真ん中でいっか。いやーマジここのサボり癖痛すぎるよ。あーこれ、あでも監督いる、監督いるな。これありですね。これで監督に直してもらおう。それしかね、それしか俺は助からん多分。よし頼むぜ監督、もうビシッと締めちゃってください、この永瀬を。シャキッとしょ、シャキッと。鉄腕、あー今鉄腕かぶりもめっちゃ怖かったけどね。もうこのあと全部の練習に監督いてほしいわ。俺が行こうと思ってる練習に全て監督がいるという噛み合い起きねえかな。球速強い、いやマジで生きてえよこの変化とか。ただサボったら終わりなんだよね。ファントムは出てない。くそこの一旦ロスマジで下手したら2体になるから、ここは絶対治ってくれ頼む。よしならいいわ、よくないけど。スタミナがなんかすごいな。ちょっとエーテルが結構ついちゃってるんだよね。ただファントム使わない手もないので、同絵がこれコンコ作れたら泣いて喜びます。お願いします。来ないか。また変化か。まあ、そこそこっすね。そこそこのサクセスです、今のところ。で、白切り完走。イベントは大丈夫そう、多分。さあ、どうだ？変化きた。ちゃんとこの変化の4人タック来るのは偉いよね。コンスタントに。あんまりファントムが沼ってないよね。なんでお前そこやねんってのがないから。まあ、それがないのはいい感じ。OK だね。バレンタインはなんかちょっとやる気落とさないで、やる気落とさない何かの選択肢が来てほしい。頼む、ナイスモブ、ナイス。変化もったいないね。こういう練習になっちゃうからあんまり一人は残したくないと。この間動画で解説した通り、これメンタルいいね。クロスナインでワンチャン狙っていけるね、あわよくば。
トロールを早めに上げたいです。あとといやー走るねルミナちゃん。からの球速ありがたいよ、うん、まあまあ強い。コントロールも強いけどこれはちょっと取りたいな。取りつつ、うん、コントロール上げるか。ターンここまでだな。A で来ちゃったら行くしかねえ。迷宮を使うとさらに来る可能性が上がりますからね。うん、すごいいい。使わないと体力回復きついんで。A で通すか。 A で通すしかない気もしてきたな。筋力が割と稼げてるんで、あとは変化練習待ちですね。精神いいね。でこれはじゃあ俺はうん、スタミナ強いね。強いけどあれなんだよね、ちょうど技術精神が欲しいタイミングでこれなんだよね。まあただこれは鳥かな。どうやって取ろっかな。筋力がちょっと厳しい。速球対抗心、変化タックを祈りましょう。うわー、これこの回復でかいな。通すわ。よし、変化来てるが、あー悪くないな。筋力精神だもんね。ちょっとポイントバランスがぐちゃぐちゃになってまいりました。絶対ルミナ来ちゃうよね。まだ大神とかオールサーも来てないから外してくんねえかな、回避してくんねえかな。あー来ちゃった。まあこれはね、行くしかない。コントロール A では通すしかないね。 OK ナイス、手応え。これで不安要素はなくなりました。即メンタル、ちょっと体力はきつくなってまいりました。よしよしよし、これで一旦そうだな、休憩しようか。さやみの OK、 なんか来てる。休息、うん、あーこれコントロール押さえておくのありだな。おお、フリート来た、ナイス。回復でいいやからのファントムがちょっと来てくんないね。まあ休息しかないんだが、筋力が本当にきつい。どうやが全然来てなくない？ちょっと怖いね。使ってきたファントム2枚耐性でいっちゃおっかな。ブレマスもあとクロスナインも来るからね。よいしょ、とにかく変化タックさえ来ればこの状況は打破できる。精神よ、よし来た。あーただ別れちったか。使ったのがアダになったか。スタミナ終わらしちゃって、大神があと1回。
もう動画ができるからね。まあこれは踏んでいいな。344ポイント。さばけないな、ちょっとここまで来ると。ギリギリ、ギリギリさばけるけど。で、上からまたエーテルを重ねていきたいですね。緩急連続吸収。やる気を落とされて。球速はお腹いっぱいなんですよね。ここはしっかり遊んでごまかす。ちょっとセクサン伸びてないかな。さあ、多分2万点いってないでしょう。183。まあ頑張りましょう。セク4大まくりいきたい。なんか来てるか。それじゃあいけんよね。もったいないけどね。筋力どうせ足りなくなるんでね、今後。ここは当たりを引いて。ちょっとお茶を濁して。回復アイテムあるんで、こっからが大事よ。変化きた。まあ、OKOKOK。570、826。だいぶ変、総変、お腹いっぱいだな。ここまでくる。あ、全開がある。全開でいいや。このセクヨン無双するぞ。もう、ファントムの数足りてるから、ひたすら5人タックを踏んでいくだけです。精神よ。まあ強いんだけどね。今だったら行ってもいいか。さばけそうだし。5741。これでいいもんね。ちょっとだけ溢れんのか。躍動を取ればって感じだけど、まあいいや、これで。で、変化ポイントが一気になくなると。あら、おかんそう。メカニクスね。一応押さえときます。これマジで、マジ変化一点待ちになっちゃったな。変化ポイントなさすぎ。ここで、クロスライン使うと4体になっちゃうのか。まあ知らせしかないね。まあ、変化タック引くぞ。筋力か。これ成功。よし来た。4人でもいい、全然。よっ、OK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 。筋力ってのが残念だけどね。一旦ここ取っとこうか。で、もうクロスナインも打っていこうかな。ちょっと攻めの姿勢でいくわ。俺には時間がねえ。筋力が多めか。いいね、打った甲斐があったわ。もうこのタックを永遠に引いていけば OK だからね。よしよしよし。メカニクスは勝手に来ると。クロスキャノンが多分取れないかな、この感じでいくと。
暴れ玉、もう一丁変か。来るけど弱い、来るけど弱い。ここで休む使いは多分最後まで持つでしょう。なんなら、あれコントロール渋いのか。来いよ、休息。あ、カンスト来た。これはいいね、これいいね。ちょっと強っ、この休息タック強っ。まあいけるとこまでさばきましょうか。これでいこう。なんだかんだファントムあと2体。この急速タックはまれに見る強さ。さあ変化。いやー、そうなっちゃうとさ、もう技術精神ポイント入れに行くって考えだよね。もうこれは筋力ポイント捨ての技術精神ポイントタックですね。お、いいね。最後メカニクス取って、だね、取ってファントム2体でどこまでいけるか。こいつが変化に来ればまあなんとかなる感じにはなる。でどうえこれコンコ作れねえか、ガチで。よーし、でかい。なんだかんだセクヨン頑張ってるぞ。ちゃんとファントムが4人以上で踏めてる。でこの筋力ポイントは無理か。あ、無理っぽいな。ここで一気に111が見えてきた。よし、あと3ターンある、いけるよ。信じろ。ナイス回復。コントロール取りたい。これ取り行くか。ちょっとクロスキャノンは正直諦めですね。取り行きつつ、うん、使っていく感じで。もう自然消滅を待ってられん。ここで変化。来ないか。なんかすごい強いけど。さばけないんですよね。もうこれも技術精神を入れに行くって感じですね、完全に。苦しい。対左。でワンチャン次ファントムが空振って急速にキャラが固まっても変化ポイントが入るんでエーテルついてんで、それ狙ってもいいかもしれないですね。まあサクッとで攻めていこうか。危ねえマジで。延長14回サヨナラ勝ち、つらすぎでしょ。さあファントムルーレットお願いします。最後に、しかもこれ5人タックじゃない、これいきます。3219。わあ惜しいけど、まあ、まあまあまあ、うん、ちょうど溢れない感じで素晴らしいです。 OK、 これでポイントバランスが一気に整いましたね。いやー5人タック期待しちゃったけどな、正直。まあいいでしょう。でマックスパドリンクあるんで甲子園の3ターンも多分練習いけるっしょ。からの渋い。これちょっと筋力入れておこうか。
ヒレコって誰かが取れんのかな。奪三振のイベントも来てねえのか。なんかコツが序盤調子良かったけど、エーテル踏まなくなってから渋くなっちゃったね。波動は倒してないからピンチャンかな。うん、さあ残り2ターンいきましょう。変化の5人タックに期待を込めていきます。まあそれ来るんだったら最後マジで変化来てって感じだね。 OK、 拡張も上がってきてるね。50まで来た。でも俺暁倒したっけ。あー倒してないか。じゃあ次もピンチャンだな。結局甲子園は全部ピンチャンになりそうですね。 OK、 さあラスト変化来いよ。頼むぞ。来ればそれなりにいい選手になるんじゃないでしょうか。来い。ここでダブルタッカー来てしまってるが、変化もダブル以上でお願い。くっそ、それはきついな。サクッとしてーなー。そうなるとちょっとこうサクッといくわ。かけたらドンマイで。もうこの奪三振とか強切れとかもあるからね。変化6枚で変化が足りなくなるというよくわかんない感じになっちゃってるな。52まで、うん、上げといていきましょうか。 OK、 攻めてよかった。20オールくらい得しましたね。まあまあセクヨンはね、頑張ったっていう自負があるよ。かなり1万5000点くらい出したんじゃない。各集客も結構上がってるんで、ちょっと気になるところ。うおー、めっちゃ頑張った。セクヨン1万6000はだいぶ頑張った。なかなか出ないということでね、さて振っていきましょう。はい、ということで査定振り終わりました。こんな感じですね。171キロコントロール、111スタミナ、106変化、7772の第2ストレートを取らずに、こんな感じですね。はい、海岸がみなぎる活力と勝利の星といった感じです。で各集客は27、29ということで合わせて56ですね。はい、まあ、なかなかいい感じにまとまったんじゃないかなと思っております。でこれ多分第2ストレートこれ取り忘れたね。もうムービーカースト持ってると思ってたわ。ちょっと査定ぶりミスったかもしれませんが、どうなるでしょう。おお、2まで行きました。普通にスタメン更新じゃん。普通にスタメン更新しました。ということでもうこれは文句なく、はい、上位 1% でございますね。はい、ということでね、まあやっぱこのデッキ強いなということでね、全然ね、このデッキ組めるという方はもう間違いなく上位 1% 入れると思いますんでね。はい、この最強決定戦頑張っていきましょうといった感じで。ちなみにチームランクどれくらい上がったんだろう。でも言うてそんなにだと思うけど、あーでもそこそこ上がったな。あ、これですね。はい、45更新かなということでね、まあ、まだまだ更新できるように頑張っていきたいと思いますといった感じで今回の動画終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では失礼します。 See you。